どうもアルマリアです。本日4月17日は何の日でしょうか。そうです、五等分なネーム最終14巻の発売日でございます。はい、ということでですね、某ウイルスの関係でネットで頼んだのがつい5分前ぐらいに届いたので早速でも読んでいきたいんですけど、とりあえずそうですね、このオーバーライト、そのアヤネルが PV に出てたそのオーバーライトっていうめちゃくちゃ僕が注目してるこのラノベはとりあえず後で読むとして、で今回はそのタイトルにもあるように、その僕は原作のマガジンを追ってないので、これから読むのがそのガチで最初の一番リアルなその五等分の花嫁の結末を知った瞬間の僕のリアクションになるので、どういう反応になるのか、もうなんならその僕自身も楽しみなものはありますが、その辺を楽しんでいただけたらいいのかなと思います。ということで本当にもうね、もう早く読みたくて仕方がないので早速読んでいきたいと思います。それでは本編どうぞということで読んでいきたいんですけど、そのさっき触れてなかったこの表紙ね、まずこの表紙が神、めちゃくちゃ一巻の表紙と逆な感じでみんなが並んでるっていうのもすごくいいし、なんか髪飾りがないのとかもなんかその成長した感っていうか、まあ親心じゃないですけど、というかほぼ同年代ですけど、なんかその感じるものもあるし、その何よりもマジで最高に可愛すぎる。うん、ガチで可愛いな。まあ本当にさすがは春間ねぎ先生、マジで可愛すぎんな。よし、じゃあそれじゃあ読んでいこう。いやでもマジで可愛い、表紙から神。じゃあ開ける。はい、じゃあ封開けたんで読んでいきたいと思います。もうやばいな、じゃあいけるかな、生きていけるかな。よし、行くわ。じゃあ参る。やばい、風太郎がめちゃくちゃかっこいいめちゃくちゃかっこいい、スタートの風太郎が。うわ、言った言った、うわー、告白した。あー、マジかー。いや、イチカかわいい。イチカ、ちょっとエチー、ちょっとエチーぞ、なんか。オフモードのイチカ、マジやっぱかわいいな、やっぱ。うん、イチカは。うん、いや、ミクかわいい。あー、これはかわいいわ。四つ葉の真似してるミク。私が選ばれないなら、四つ葉になり変わって風太郎と付き合う作戦とか、めちゃくちゃかわいいじゃねえか。俺もやれてー。俺もやれてー。やば、あー、終わっちゃって、あー、泣けねえけど、俺アニメとか漫画来て泣けねえけど、これはやべえよマジで。これは嫁だわ、これは確かに嫁の顔しているわ、うん、いやこれはずるいって、これはずるいって、この顔は。やべえ、5人のウェディング姿やべえ、こういうことか。これ当てろってこと、まさか。いや分かんないけど、多分そういうことなんか。最終話やべえ、最終話来た。最終話五等分の花嫁。ああ、なるほどね。一巻の確か第1話が五等分の花嫁なんよ、このなんかサブタイトルっていうか1話ので、最終話で五等分の花嫁って、これ最終話だ。うわ、やべえ、終わる。やべえ、マジ進めたくねえ。どうしよう、みんなみんな分かる、この気持ち、この気持ち。カッカッカッ、五等分なんです。よし、うわ、そういうことか、一人一人行くってことか、一人一人当てていくってことか、一発で4つ割って当てんじゃなくて。ああ、それもいいな。いや、ちゃんとね、推しのファンのこと分かってるよね、うん。うわ、やべえ、終わった。終わったよ、これ。いや、これはやべえわ。うわ、最後のカットやべえ。全然ちげえけど、めちゃくちゃ可愛いんだけど、めちゃくちゃ可愛いんだけど、もう1ページぐらい、ないの。もう1ページぐらい。いや、ないわ。終わってしまった。14巻、読み終わりました。いや、どこから話そう、どこから話そうかね。そうだね、一応じゃあこの前のこの13巻はその一応文化祭かな、文化祭で5人全員ね、その文化祭一人一人最後の祭りがミクの場合、イツキの場合で、イツゴの場合で、風太郎の場合みたいな感じで、まあ、全部行って、でその文化祭の最後に四つ葉の部屋に入りましたところから最終巻ね、始まるって感じなんですけど、いや、まずどこから話そう、もう話したいことだらけだよね。最初から行くか、うん、最初から行こう。まずはそうだね、そのあの四つ葉ってやっぱりそのどちらかというとなんか、なんで自分なんですかっていうか、自分で本当にいいのっていう、謙遜っていうんですか、自分を謙遜するやっぱ性格があるんでね。最初風太郎が自分の部屋に入ってきた時は、上杉さんにはもっといいはずが、いい人がいるはずですよっつって、やっぱ謙遜する四つ葉ね、で逃がしてしまって、でバッて、まあね、風太郎がなんとか捕まえるんだけど、それでもやっぱ自分をね、この好きの感情ね、意地でも抑えようと、私は嫌い、風太郎さんのことは嫌い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 っつって、でもそれでもそんな気持ちにもね、打ち勝つぐらい風太郎のことが好きすぎてね、もう好きですって言っちゃうっていうね。いや、しかも
めっちゃ泣いてるよ。私上杉さんには嘘つけません、ずっと好きでした。あー言われたい言われたい。俺も抑えきれないぐらい風太郎のことが好きってことだもんな。いやそりゃ泣くか。でちょっと進んで、そのまあ一華とね、まあ一華がその仕事が休みの日に2人でランドワンみたいに行って遊ぶシーンがあるんだけど、一華ってやっぱさ途中でさなんか奪っちゃうっていうかさあったじゃん。どちらかというとなんか寝取りじゃないけど寝取りじゃないけどなんかあったじゃん。ちょっとずる賢っこい方法して、まあそれで一華が僕は推しじゃなくなってしまったっていう本当にあれがあるんですけど、まあ、まずねこの瞬間なら誰のものでもない手を出せるかもってところを風太郎くん押し出すっていうね、この一華の成長よね。いや一華も成長したんだなってめちゃくちゃ感じるけど、けど最後にそう恥ずかしいならまた私で練習してもいいんだぞっていうこのあざとさよ、このあざとさが最高なんだよ。しかもちょっとなんかちょっとエッチ、さっきも言ったかもしれないけどちょっとエッチ、いやーたまらんな。でちょっと進んでミクだね。ミクがその四つ葉の変装して四つ葉の前に、うん私四つ葉っつって、私四つ葉っつって現れるんだけど、まあミクもね言いたいことあるからカラオケに行って話すんだけど、その二人でね歌を入れるんだよ。歌を入れるんだけど、両方ともミクも四つ葉も両方とも同じ曲入れちゃうぐらい仲がいいけど、どっちが先歌うっつってね二人でこの点数をね争っていくので、二人の恋のわだかまり、恋のわだかまりを解消してるっていうのを、まあ演出してるっていうか表してるのをねすごくいいしね。であとこれだよね、やっぱそのまあミクの成長っていうのをめちゃくちゃ感じられるよねこのシーン。そのせめてもの成功、絶対に背中を押してなんてあげないっていうこの強気なミク。やっぱ最初ミクってめちゃくちゃ本当にこの5つ子の中で多分一番さなんか弱気っていうか、どちらかというとなんか一番内っ気な性格だったんだけど、ここでねやっぱせめてもの抵抗っつってね、絶対に背中を押してなんて、四つ葉のことを押してなんてあげないっていうこのセリフとかもミクなりのねあがきっていうか最後の悪あがきしてやろうって、ミクもねまあ自分なりに強くなってるっていうのすごく感じられてめちゃくちゃいいしね。でそう最後これね、私は私を好きになれたんだっていう、そのミク自身が今言ったようにそう自分のことはあんまり好きじゃなかったけど自分のことを好きになれたんだやっとっていうのを表してる時の顔がもうやばいな、この顔もうすげえ、もう成長したなって感じる、成長したなって、誰だよって思うけど成長したなって感じる。でその後ちょっと進んで、意地でもその自分が風太郎を好きっていうことを認められない月がようやくねここら辺で、自分がねやっぱ自分もやっぱね風太郎のことが好きなんだなっていうのをやっとねここら辺で納得するっていうかシーンがあるんだけど、ここもねすげえたまらん。教室でちょっとなんかニノとなんか四つ葉がいざこざがあるシーンで、二人でなんかコソコソとしてるっていうか、まあ隠れながらね樹といる時の樹の反応がねたまらん、マジで樹の反応がたまらん可愛い。そう最終回読んでてなんか樹がめちゃくちゃ可愛いなって思った、そうこのシーンで。いやみんな可愛いんだけどね、みんな可愛いんだけど、うん、でこのねまあやっぱ四つ葉にほんの少しでも好きなんて見せたら私が彼を奪ってやるんだからっていうのもニノらしさがね、ちょっと泣きながら言ってんのもいいよね。泣いてね赤っ端ってか赤面しながら、そんなね本当に彼を奪ってやるんだからっていうニノもやっぱ変わったなって思うよね。まあもうちょっと前だけど、これはニノはもうちょっと前からさ変わってたけど。でその後その四つ葉とデートするんだよ。デートするんだけど、そのデートで行く場所があのブランコの公園っていうね、何かとやっぱ四つ葉とその関係性を描くとき、四つ葉と風太郎の関係を描くときってブランコを使いがちだったっていうか、ブランコが結構印象的に出てきやすかったと思うんだけど、そのブランコがこの最終巻でも出てくるっていうね、やっぱその風太郎もねその思い出のある一つの場所としてこのブランコを選ぶっていうのすごくいいし、ブチって切れちゃうっていうねあのブランコがそうこれやばいだろさすがに、この公園やばくない、ブランコ漕いでたらブチって切れるってさすがにちょっと良くないぞ、うん、これちょっともうちょっとちゃんと整備して、風太郎が逆に死ななかったのが奇跡ぐらいで、これこの飛び方して、この飛び方して逆に死なない風太郎何者だよマジで。でまあねこのね、しかもこれを追うことによってその後のねこのねプロポーズがめちゃくちゃ際立つっていうか映えるっていうね、そのギャップでそのコミカルっていうかギャグとそのねシリアスっていうか見せたい描写を見せるっていうのもめちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまいし、めちゃくちゃ鳥肌立つよね この切り替えはさすがに。だけどそのしかもで5等分はやっぱここでさらにギャグを1個入れてくんだよね。5等分ってめちゃくちゃ感動的なことを言って、その直後にあれっつって風太郎がちょっとなんか言ってることがずれてたりとか、その辺がやっぱね5等分らしさ最後まで出てていいなって思ったし、そう1回落としてもう1回さらに上げるんだよね。なんかめっちゃ落としてガーンって上げて、ちょっと落としてもう1回最高点に行くみたいな、これがなんか春馬ネギ先生の演出として特徴あるなっていうか、5等分の花嫁の特徴だなっていうのを思うよね。で唯一そのまあ夢っていうか目標が見つからなかった四つ葉のその目標がお嫁さんになることっていう目標がで昔の思い出を思い出して、見つかってからこっからあれだね、そのまあ5人のそうだね、その卒業して大人になるまでの過程をブワーって一気に描いていくっていうか、まあちょっと早め、結構なんか怒涛の速さで進んでいくけど、多分これあれなんだろうね、多分ネギ先生がもう書きたいことがこの四つ葉が最後目標を見つけるってとこで、みんな5人が目標を見つけて多分書きたいことが終わったっていうか一通り終わったんだろうね。だからこっから本当に結構怒涛の勢いでさ進んでいくけど、一華はエッチなやつじゃ
ゃないけどドラマのシーンをねゲットしたぜっつって、ミクはその料理の専門学校に進む。ニノとねミクで2人で料理をしてる。で多分これ四つ葉かな、四つ葉はそのやっぱあのスポーツ推薦で面接を受けてる。で樹は受験かな、受験を受けてる。映画あってね、本当になんかそのみんなの目標に向かっていくっていうか、最後のその3年生3学期のその感じがめちゃくちゃ出てる。これもうん、いやこれね、そう樹めっちゃ感動した。そう合格、受験合格の発表の時、このお母さん私やったよっていうのがもうめちゃくちゃすげえし、顔をあえて映さないでなんかちょっと横から映してるあたりもめちゃくちゃなんかそのどういう表情してるんだろうってこっちも想像するしね。で5年後に一気に飛ぶんだけど、みんなあれって相変わらずで、そうニノとミクが同じ2人で店を持ってるっていうね。あんだけニノがお前あんた料理が下手だっていうか、でもあのやっぱニノとミクのあの2人のコンビってなんやかんやめちゃくちゃいいじゃん。なんやかんやお互いをめちゃくちゃ理解し合ってるっていうかさ、この2人の関係めちゃくちゃ好きっていう人も結構多いじゃん、やっぱニノミク。でここで今日の主役が登場ということで、四つ葉がねやってくんです。これ結婚式当日の話なんで、結婚式当日なんだけど、この428って何なんだよな、その胸元にある428っていう意味があるのかちょっと気になるけど。で次結婚式やね。でその後のこのねお父さん、2人のお父さんとのねこのやり取りがめちゃくちゃいいよ。ここで俺はやって気づいた、妻が死んでしまおうが、それでもどんなことがあろうが、それでもその人をまあ一途に思い続ける、そんなお父さんになりたいって思う。だからその風太郎のなんかその目標っていうか、もうなんか理想のお父さんの鏡みたいな存在がこの2人だったんだろうね。で5つ子ゲームやな、5つ子ゲーム最終話5等分7夢で、愛があれば見分けられるよねっつって、ここでね一人一人見ていくんだよ。そう一気に四つ葉お前だって当てんじゃなくて、一人一人ねそれで言っていこうと。さすが風太郎だよね、この辺も分かってるな風太郎。一花はその世間ではめちゃくちゃ今有名だし、クールビューティーなんて世間で言われてるけど、まあ、実はそんなもんじゃなくて、自堕落、のろま、ダメを貪る、怠惰など、まあ本当にねめちゃくちゃそのなんかもうサボり症っていうか、めちゃくちゃ裏の顔を俺は知ってるぜって言いながらも、まあやっぱりそれでも強くあろうとする姿が俺には眩しく見えたと。大した長女だよっつってな、やっぱ一花がね、やっぱこの5人の中の一番の長女だよっつって。次はねニノかな。ニノはやっぱねまあちょっと泣いちゃうよ。ニノなんやかんやニノめっちゃ泣いちゃうよ。でまあなんでこんな時に四つ葉だけ当てればいいのにって、やっぱツンデレ、まあツンツンデレぐらい、ツンツンデレ、まあ最後の方はもうデレデレぐらいやけど四つ葉だけ当てればいいのにっつって、風太郎がまあニノにかけた言葉は、お前の強さはその人一倍の弱さの裏返しだから、強いめっちゃ強いじゃん、なんかいつ切ってもトゲトゲしてるって。まあでもそれは実は一番人一倍今弱みがあるっていうか、弱いところが本当はあるから、そのまあ強さで隠そうとしてるんだよなっつって。だけどまあその厳しさもそれだけ大きな愛情だから、家族への愛情とか、やっぱ家族への愛情とか一番強いのってニノなのかなって、ここまで通して僕的には思っていて、であの頃の俺はそういう捉え方もできなかった、お前のことっつって、すまんっつって謝んだけど、そう私は後悔してないよっつって。で次はミク、まあ一番ね多分推しが多いのかな、わかんないけど。でパッつって風太郎に抱きつくと、抱きつくのはたまらんけど、この顔な、風太郎に顔を押し付けてる時のミクがもうたまらん、本当にたまらん、めちゃくちゃ可愛い。やっぱミクはね、まあ自分のことはなかなかやっぱ信じられないよ。やっぱどこかずっと5年間大丈夫なのかなって不安でいたけど、風太郎が自分を信じろっつって、お前昔からできるやつだっていうことによってそう言ってくれると思ってた、ありがとう風太郎っつって、ありがとう風太郎っつってね。で残るはお前だけだ、樹を刺すんよ。で樹つんだけど、そう樹はその私が四つ葉だけどって嘘をつくんだよ。でこれもね、その昔だったらめちゃくちゃねちゃんとしてるっていうか、そんなコメディ要素みたいなギャグ的なのができなかった樹が、このね土壇場の状況でこういうことをできるようになったっていうのも、なんかちょっとね強くなったっていうか、樹の成長を感じるし、ここでめちゃくちゃ喧嘩するんよ。でこのめちゃくちゃ喧嘩してるこの様子が、そのまあ喧嘩するほど仲がいいっていう、一番仲のいいっていうか相性のいい2人なんじゃないのかなって見てて僕的には思いましたね。でも確かそのどこかでその風太郎が一番そのまあ五つ子の中で関係性がいい、2人はその樹とそのまあ風太郎、この2人が一番いい関係性なんだみたいなことを、なんかいい関係性だと僕的には思ってるみたいに、どっかでその春場ネギ先生、作者のネギ先生が言ってたんで、まあ多分まあそれを表してるんだろうね。この土壇場の状況でもめちゃくちゃ喧嘩する、いつも通りの2人っていうか、それを描いてるのはやっぱそうなんだろうね。で最後はその四つ葉、四つ葉にはそのもう余ってお前が四つ葉だって言って、めちゃくちゃ本当にお前が四つ葉だなっていうことしか言わず、めちゃくちゃあっさりみたいに言うじゃん、言うんだけど、これは多分そのこれからな、どんどんまあ別にこれからずっと気づいていくから、今は別にそんなに言うこともないよみたいな、これからゆっくりかけてお前のいいところや、そういうところはこれからもうたくさん見つけていくから、今はいいやろみたいな言葉が詰められてんじゃないのかなっていうのは僕的には思う、これを見て。でここからだよ。で最後その四つ葉がそのまあ誓いっていうか、あの結婚式場で、まあ、みんなにね誓うシーンがあるんだけど、私はみんなと5つ子の姉妹として生まれることができて幸せでしたっつって、まあ、やっぱこの言葉がこの5等分の花嫁って作品、ここまでのストーリーを全部肯定、5つ子っていう特殊な前その環境下でもまあこうやって生まれることが、5つ子として生まれることができて幸せでしたっていう、ここまでのお話を全部肯定してるっていうのはめちゃくちゃ
思ったね、このセリフ で、その後風太郎もね、風太郎の誓いはそのお前たちいつ後に出会えたこと数少ない俺の自慢だっつって、まあ、やっぱねこの2つの2人のね風太郎と四つ葉の言葉がこの作品をめちゃくちゃひっくるめるこの、まあ、最後のセリフになってんじゃないのかなっていうのはここは思いましたね。数少ない俺の自慢だっていうのがいいよね。風太郎らしさが出てさ、ダイハちゃんも出てて、ここ最後なその、まあ、ベルキスって言われてんのかな、多分ベルキス、カネキス、ベルキスじゃない、カネキスかな、カネキスって言われてんだけどさ、あの金のシーンな、5年前の春の旅行の時に金があるところで襲うっていうか、まあキスされるっていう、まあ僕からしたらめっちゃ僕からしたらめちゃくちゃ羨まのシーンがあるんだけど、なんであんなことしたんだっていうのがちゃんとここでね、その伏線回収が起きてて気づいてくれるかなってあの時は思って、そう風太郎があの時はキスしたんだっていうそのね伏線回収がされて、それであれトレードマークだ、そうトレードマークでなんかその四つ葉ってさ、あのまあつけてるじゃん、あのこういうなんかピーンっつってあの黄緑色のやつ、髪飾りつけときゃ見飽きてもらえるだろうって理由でずっとつけてたけど、もうこれで見飽きてもらえるようになったし、私にまあ気づいてくれる人がまあ特別な一人あなたがいるなら全然こんなトレードマークなんていらないよっつって、まあそのいらないよ、外してない、いらないよっつって忘れて持ってきてもらったものをねこうやってポンっつって捨ててくれっつって跳ね返すシーン、そんな言い方じゃないけどシーンにめちゃくちゃね何か興奮するっていうか、カネキスのシーンを思い出してめちゃくちゃ恥ずかしがってる風太郎で、最後はそうだね、なんかその後結婚式の後っつったら、なんていうの、結婚式旅行っていうのは なんだっけ、結婚式旅行ってなんで、卒業旅行でもなく、卒業旅行はいろんな意味で卒業旅行になっちゃう、新婚旅行です、新婚旅行をするんだけど、四つ葉と二人だけじゃ行かせねえよっつって、私たちいつごみんな連れて行きなさいっつって、もう最後はハーレム、最後はバチバチにハーレムで、で一回これで今5年前に飛んでるところからパッて戻って、まあその5年前のその学生時代卒業式の後だから今ぐらいだね、そうでこの時がそうだデジャブなんだ、その新婚旅行の時と重なるってことやの、二つのシーンがで上と下でね分かれてんの、その5年前の学生時代の卒業旅行のどこに行きましょうっていうシーンと新婚旅行どれだっていう二つのね5年前と5年後のシーンがあって、もう対になっててめちゃくちゃこれがやべえ、ここがまあ一番鳥肌立ったな、うん、俺的には、うん、ここがねやっぱ最後の最後で、最後いつずごってめんどくせえっつって終わるって感じかな。いやー確かにいつずごってめんどくせえけど、いやーマジかー、終わっちゃったよ、ゴタブナナメ、めちゃくちゃカメラ回してるけどね、終わっちゃったマジで。いやリアクション薄いな、ごめん、そうリアクション薄いな、ごめん、それがでもリアルな反応じゃん。そんなめちゃくちゃ動画の前だけでうわーってならんやん、漫画見てて動画の前だけでってか、あんま漫画読んでてうわーなんてならんやん。そうですね、まあそのまあ最終的にそのドロドロに、あんまりドロドロになってなくて、まあそこはまあやっぱ作品のエンドとしてはこんだけまあ好かれてる作品だから、そんなドロドロにもできないと思うけど、しっかりと綺麗なものになってて僕的には良かったし、あとは父親の関係とかも描いててそこも良かった、あとは二人の誓いがそのここまでの話をどこかその皇帝、さっきも言った皇帝とか敬意をまあ表してるっていう、そんな感じの印象も受けたし、あとはねその最後の演出も良かったね、やっぱ最後ちゃんとその作品を通してずっと描いてきた5つ子をゲームで締めるっていうのもまあやっぱ良かったし、あとはまあ実質ハールムエンドだったけど、まあそこはねやっぱハールマーとしてはすごく幸せなものがあったし、あとはそうですね、その四つ葉の髪飾りやそのカネキスなどのその伏線回収もしっかりしてたし、まあいろんな考えはね結構あると思いますよ、そら賛否両論はあると思いますが、まあ、割と僕的には綺麗に全然まとまってたし、まあ僕的には本当に好きな綺麗ねまとまり方だったのかなっていうのは僕的には思います。まあ皆さんはねどう思いますかわかんないけど、僕はそんな印象をこの最終巻読んですごく思いましたし、ここまでの反応が僕の素直な最終巻を読んだねリアクションというか生のリアクションとなっておりました。ということでこんなところで感想は終わりにしたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。まあそうですね、僕的には本当にこの続きがめちゃくちゃ見たいぐらいだし、この先を描いてほしいって気持ちはまあなくはないんですけど、まあ変にその無駄に続けようとせず、まだその売れるだろうにも、ここからもっと伸びるだろうにもかかわらず、ここできっぱりと終わらせてくるあたりが、ネギ先生のその作品への愛情っていうのをすごく感じるし、この作品以上そのキャラが愛されてる作品はなかなかないんじゃないかなと思うぐらいに、まあその5つ子だけじゃなく、他のみんなも含め本当に愛されてる作品ですよね。ただそれでもやっぱり好きな作品やお世話になってきた作品が終わってしまっていうのはすごく寂しいものがありますし、なんかその喪失感っていうんですか、喪失感がすごいですが、まあ、この瞬間のために漫画やアニメはあるものなのかなと僕は思ってもいるので、みんなと一緒にこの瞬間をまあ迎えられたことが僕的には本当に何よりもの幸せでございます。まあ、2期の放送も10月から秋アニメとして放送が始まるので、原作をもう一周ぐらいは絶対にして期待値をマックスまでして待ちたいなと思います。まあ、何はともあれこんな最高の作品を作ってくださった春間ネギ先生をはじめとするスタッフの方々、本当に本当にお疲れ様でした。本当に本当にありがとうございました。まあ、ぜひですねその皆さんの最終巻の感想や五等分の花嫁の愛なんかをこの動画のコメント欄に書いてみてください。
最後までご視聴いただきありがとうございました。五等分の7夢最高だ、これからも愛してるぜって方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ツイッターもやってますのでツイッターのフォローもお待ちしております。それでは今日はこの辺でごきげんよう、ありがとう。